4月1日、朝の御言葉。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。画家、一章二節。数日間、私たちは救い主の苦難について考えてきた。なおしばらく、この点を考えることを続けたい。新しい月の初めに、選ばれた花嫁のような熱愛を持って、主をしたいたい。 花嫁は直ちに主に飛びつく。挨拶の言葉もなく、名前さえも呼ばない。そして直ちに話題の中心に入る。彼女はこの方のことだけを話す。彼女にとってこの方は全世界でただ一人の人である。その愛はなんと大胆であろう。罪を悔いて泣く女性に主の足に交友を塗るようにさせたのは、 異常な謙遜であり優しいマリアに主の足元に座して教えを聞くようにさせたのは豊かな愛であるしかしここでは強烈な愛がさらに高い尊敬の印を求めさらに深い交わりに入ることを求めて燃えているエステルはアハシュエロス王の前に立った時に震えたしかし花嫁は 全く愛の喜ばしい自由の中にあって恐れを知らない。もし私たちがその自由な礼を受けているならば、はばからずに同じような願いを捧げることができるだろう。ここに言う口づけとは、信者がイエスの愛を受ける際の主々な愛情の表現であると思う。私たちは、改心の際に和解の口づけを経験した。それは、 蜜蜂の巣に滴る蜜のように甘かった。また豊かな恵みの故に主が私たちの人格と働き等を受け入れてくださったことを知るので、需要の口づけはなお温かく私たちの額に残っている。私たちは毎日の交わりの口づけが日々繰り返されることを熱望する。そしてそれは魂を地上から取り去る。 歓迎の口づけに変わり、最後には魂を天国の喜びで満たす歓声の口づけとなる。信仰は道中であり、イエスとの交わりは旅人が渇きを癒す泉である。おお、私の魂の恋人よ。私をうとんじないでください。あなたの祝福の唇を私の願いの唇に、 あなたの満たしの唇を、私の欠乏の唇に触れてください。そうすれば、直ちに口づけの効果があるでしょう。